西鉄は福岡と北九州発着の高速バス3路線を今日から運休しています。運休は緊急事態宣言に伴う外出の自粛で利用客の大幅な減少が見込まれるためで、今日から福岡と島原、福岡と下関、北九州と大分別府を結ぶ3つの路線が全便運休となっています。また福岡と鹿児島、宮崎、熊本などを結ぶ5つの路線で1日78便が減便となります。23日土曜日からは佐賀日田などと結ぶ11の路線に対象を拡大し、平日で合わせて256便、全便の4分の1を減便します。西鉄は他の路線でも検討を進めていて、運行の再開や便数の回復については利用の状況を見て判断していくとしています。